小崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、重大発表があります。重大発表。はい。何も聞いてない。今回はね、本当のご報告です。はい、あ、すぐ言いますね。はい。引っ張りましょうか。引っ張ります。すぐ言いましょう。みんなね、この前の時もなんか釣り動画とか言って、あれ釣りじゃないんだよ。何ですか？視聴者の皆さんにドッキリを仕掛けてるんだよ。ああ、なるほど。いつもは袴田さんが俺とか、はい、俺が袴田さんにドッキリを仕掛けるみたいな感じだけども、はい、俺が視聴者にドッキリを仕掛けるよ。だからドッキリ仕掛けられるとこうなるよっていう感じなのよ。釣りとかじゃないのよ、ドッキリよ。そう、ドッキリ仕掛けられるとああいう気持ちになるんだよ。そう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 、だからそういう気持ちになりますよっていうところなんでね、はい、釣りとかじゃないのよ。そうなんですね、はい、で今日のね、はい、ご報告は、はい、ちょっとあの肩書きが一つ増えましてですね、へー、また今回三井ゴールデングラブ賞が歴代最強のレジェンドを決めようということで、はい、三井ゴールデングラブレジェンズという、まあ、こちらねちょっと概要を説明すると、はい、まあ、選ぶのはねいつもね三井ゴールデングラブ賞は、はい、記者さんのね、うん、そのが投票で決めていってね、はいはい、いく中で今回はなんとファンの人が選ぶゴールデングラブ賞です。今年の選手の中からファンが選ぶわけじゃないですよね。違うんですよ、そこがね、はい、今回は50回三井ゴールデングラブ賞が50回を迎えた。今年そうなんですか。そう、その50周年を記念して、はい、これまでこの三井ゴールデングラブ賞を取ってきたもうレジェンズたちの中から最強の守備陣を決めるという、うん、ああ、じゃあレジェンドの中のレジェンドを決める、この50回の記念に決めようってことですね。決めるんですよ。それをファンの皆さんが、はい、いつも言いたいことあるでしょ、はい、そのファンの皆さんが決めるっていう。ああ、いいですね、はいはい、投票でね、はい、で、その三井広報委員会が、はい、しっかり立ち上げて、この三井ゴールデングラブレジェンズというのを、でもこれちょっとルールがあります。ルールは、はい、三井ゴールデングラブ賞を3度以上取ったことがある選手の中から最強のレジェンズを決めるという。ああ、じゃあ3回以上取った人がもうノミネートされて、その中から選ぶんですか。その中から選ぶ。だから1回とか2回の人は残念ながら退場会なんですよ、はい、だからもうね、これはもう寂しい朗報ですよ、はい、里崎が入ってないっていう。ああ、取ってますもんね、2回。もうね、2回です。あ、これ1回足りないんですね。そこよ。え、ちょっと、じゃあ、はい、でも2回取るのすごいですよね。でも、はい、残念ながら、はい、だからレジェンズじゃないんだよ。え、じゃあところでですよ、はい、肩書き増えましたって何の肩書きですか。そうなんですよ、あの2回なんでね、はい、ノミネートにされてないんですよね、はい、されてないってことは、はい、逆に言ったらフラットな目線で見れるわけじゃないですか。やっぱ入っちゃうとね、佐々木入れようかなって思う人がいるわけじゃないですか。ちょっと忖度がね、生まれちゃうんでね、はい、でも入ってないっていうことで、なんと今回ですね、三井ゴールデングラブ賞歴代最強のレジェンドを決める、はい、この三井ゴールデングラブレジェンズのスペシャルアンバサダーに就任しました。あー、増えましたね、肩書き。そう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 、だからこのねキャンペーンのスペシャルアンバサダーに就任して、はい、あの三井ゴールデングラブ、はい、ね、レジェンズ の、 あの、まあ、僕も投票して権利あるんでね、ノミネートされてないっていう。残念ながら一票入れていいんですね。一票入れていいんですよ、はい、まあ、選ばれてる人も入れていいでしょうけどね、はい、自分に入れてもいいと思います。そう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 、はい、うん、でも今回ね、はい、スペシャルアンバサダーに就任して、今回ね、はい、皆さんにこの素晴らしいキャンペーンをお伝えしようという試みなんですけども、はい、だから今日持ってきました。お、しょう、はい、じゃんじゃじゃーん、これです。お、すごい、正真正銘の、これまあ2006年だから初めて僕がゴールデングラブ賞を、はい、この取った時のやつですけども、もう何年ですかね、15年、はい、経ちますけど、まあ、14年ぶりぐらいに箱から出てきました。飾ってないんですか、家に。飾ってない。でかいから。そうです、ね、箱の中入れてた。でも色あせてない。すごい金ピカ、ね、なんなら去年もらったんじゃないかぐらいの綺麗な状態で。そう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 、もうこれをもらえるわけですよ、はい、栄光の顔も入ってるんですね。そうそう、価値あるのよこれ、うん、これ取るために日頃神経すり減らして練習してるのよ、うん、そうですね、パスボール一番少ないって言ってますよね。そう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 、うん、でも2回同じような。そう、1個は実家にあるし、2個でも十分よ。そうです、2回も、うん、そうそうそう、取れない方もいるぐらい。そうそうそう、はい、そうです。で、はい、そう決めていく中で、うん、今回ね、はい、佐々木も選びました。はい、え、じゃあ誰がどんな方がノミネートされてるのかっていうのもちょっと、はい、ノミネート選手はね、はい、こちらの表にある3回以上、はい、だピッチャーでいうと、うん、最多が西本さんと小橋さん、あ、8回、うん、キャッチャー伊藤さんで、ファーストが
駒田さんで、セカンドが、まあ、辻さんとか菊とかね上位、はい、でサードがマッチとか中村のりさん上位いて、でショート山下さんとか大橋さん、うん、岩さん、河合さん、宮本さん、で外野福本さん、秋山さん、山本浩二さんとか新庄さん、平野健さん、美濃田さん、大島、飯田さん、ビッグボスも10回取ってるんですね、うんうん、この中の、だから3回以上がノミネートだから、はい、うん、この中の選手の中から全9選手を選ぶということで、はい、じゃあ佐藤が選んだ三井ゴールデングラブレジェンズ発表していきましょうか。レジェンズの中のレジェンズ、だから皆さんも一緒に考えてほしいですね、はい、そうですね、自分だったら誰かなって、ね、うん、そう、うん、じゃあピッチャーから、はい、でこれ一つね、うん、言い忘れてた、何ですか、もったいぶるよ、はい、自分の中の選考基準、あ、そうそう、あ、うん、あの、はい、いつも言うけども、うん、選考基準は1、はい、好み知ってます、はい、知ってますもうだいぶ浸透してると思いますよ、はい、2、はい、実際に生で見たことある、あ、そうですね、これが僕の中での全ての、うん、今までこの佐々木チャンネルでやってきた全ての中の選考基準、はい、1、好み、うん、2、生で見たことある、はい、はい、これです、はい、実際に凄さが分かってる選手、やっぱりね、あの本当申し訳ないですけど、堀内さんもすごかったと思うんですよ、はい、7回も受賞されてるんで、うん、そうですね、でもあの見たことないんでね、はい、どう実際どのぐらいだったかっていうのは、ね、ちょっと分かんないのよね、うんうん、あの佐々木小松さんとかはね、はい、見たことあるから分かるけど、でも生で見たことないね、でファーストもね、王さんの守備すごい上手かったって、すごい聞くけど、うん、あの見たことないな、そう、映像とかあるんですよね、映像も打つ方ばっかり、あ、そうか、そう、確かにそうですね、うん、うん、ちょっとね、はい、見たことない選手は、うん、俺はもう判断できないからね、はい、だからこの2つの条件で選んだ選手たち、はい、ね、レジェンズ発表します、はい、ピッチャー松坂大輔、いや、めっちゃうまかったよ、はい、もう投げるだけじゃなかった、うん、もう早いね、はい、もう投げた瞬間にバンド処理とか取りに行こう姿勢がすごいもん、ね、あと取ってからの送球も素晴らしいしね、うん、それは伊達に7回取ってないよね、あ、うん、そうですね、うん、だからずっと日本にいたら1位いけてたんちゃう、あ、そうかもしれない、ね、メジャーにね、うん、行っちゃったからね、はい、ちょっと権利がね、ね、7回で、そうそうそう、最多が8回ですからね、まあ、はい、枠井とかもうまかったけどね、松坂投手はバッテリー組んだことあるんですか、あるよ、WBC で、 WBC か、そう、はい、でもやっぱりピッチャーは、うん、ピッチャーで3回以上って難しいね、だって数がやっぱり限られるか、だってあんだけピッチャーいるからさ、やっぱ1回とか2回とかになっちゃうね、そうですね、うん、でもやっぱり先発が取るってますよね、まあ、基本ね、うん、リリーフで守備うまいと思ったのは俺浅尾だね、ああ、そうですか、うん、やっぱりうまかったね、なかなかね、ちょっと取りにくいところありますからね、そうそう、じゃ続いてキャッチャー、はい、谷繁さんです、おー、そうなんだ、はい、まあね、あの古田さんとかもね、はい、皆さんうまいって言われる方いますけど、うん、古田さんちょっとあの全盛期生で見てないんで、もう代打お礼の時だから、あ、見てんの、交流戦の、そっか、代打お礼の晩年の時だから、はい、生で見たことないから、はい、まあ、そうなるとやっぱ谷繁さんが、うん、やっぱお手本にもしてるし、うん、いろんなことを研究してきたし、やっぱ谷繁さんが、はい、うん、やっぱり佐々木の中では一番っていうね、はい、谷繁さんは6回今受賞されてるというね、うん、ということですね、じゃあ続いて、はい、ファーストです、ファーストは福浦さんです、うーん、おー、はい、すごく慕ってる先輩ですよね、福浦さんのおかげで、はい、どんだけ今井とか西岡とか堀さんとか守備が映えたか、うんうん、内野の守備が映えるのはファースト次第だからね、はい、あ、そうです、だって超派手なプレーしてショートバンと投げてファースト取ってくれなかったらエラーだからね、そうですね、うん、内野の守備を輝かせてるのはファーストよ、うん、どれだけファーストの補給力の大事さっていうのが一番大事かが、もう福浦さん見てて一番わかるね、もう俺が見た中だった福浦さんがやっぱ一番うまいね、あ、そうなんですね、そうセカンドちょっと激戦区だね、だって辻さん、菊池、荒木、翔太さん、田中、うん、篠塚さんとか西さん、うん、高木森光さんとか大石大丈夫、辰波さん、うん、藤田、おわっと、これちょっと激戦区やな、そうですね、セカンド、うん、これちょっと割れるね、票が、うん、もう私だったらこの人ってなりますよね、うん、そう、藤田でしょ、はい、いいのよ、分かってました、だって選考基準のルール言ってあげて、1、好み、2 生で見たことある、そう、私藤田さんの、ね、ほぼ見たことないけど生で藤田さんはめちゃくちゃ見てたから、そういうのでいいのよ、そういうことノミネート資格があるからね、皆さんもこういうことでいい
ってことですか。そう、はい、皆さんの中の基準でね、はい、選んでもらえればいいんでね、はい、ちなみに佐々木のセカンドは、はい、誰でしょう。菊池涼介。ですね、やっぱ菊池だね。あの守備範囲と守備力と、はい、1年間守備率10割よ。そうです、ね、しかも、あの松田の芝と土との併合のそんな簡単じゃないところでも含めてよ、はい、この守備率10割って守備範囲広いのに守備率10割ってめっちゃ難しいからね。触っちゃうから、はい、守備範囲狭くて守備率10割の方が簡単よ。だって難しいとこ取りに行かないじゃん。そうですね、うん、そこ引いときゃいいから、ね、諦めてるわけですよね。そうそう、難しいとこまで行きながら守備率10割で守備範囲広くて、うん、でスローイングもいいし、それはもう俺の中ではもう菊池よ、まあ、セカンドは、うんうん、続いて、はい、サード中村典さん。なるほど。バッティングはね、はい、ホームランめちゃくちゃ打ってね、うん、あの今年からドラゴンズのバッティングコーチになって、うん、まあ、バッティングだけがねちょっと先行しがちだけども守備めちゃくちゃうまいらしいですね、うん、ハンドリングも軽いし、うん、スローイングもいいし、なんか大きいけどフットワークも軽いし、本人も守備すごく好きだったってね、うんうん、おっしゃってますもんね。それは好きだと思う、うまいからね、うん、しかもセパで両方取ってるからね。セで2回、パで5回取って、うんうん、さあ続いて、はい、ショートです。はい、宮本慎也さんです。まあ、宮本慎也さんはもうザ・お手本だから、あの派手さはそれは松井和夫さんとかの方が派手さはあると思うけども、うん、ザ・お手本っていうところで、まあ、宮本慎也さんの守備はもう全員が真似した方がいいと。だからもう基本中の基本の中からの応用、はい、ああもう堅実な綺麗な守備なんですね。そう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 、ここはやっぱり慎也さんかな。はい、まあ、小坂さんもうまかったけどね、うん、ここだからショートもちょっと割れるね。いやショートはだってうまい人めちゃくちゃ揃ってるじゃないですか。源田ね、源田、今宮、最近だとね、はい、で小坂さん、うん、松井和夫さんね、鳥谷、宮本慎也さん、河合さん、井端さんもいるからね、うん、ここから割れるでしょうね。 でもうね、往年のねナイスミドルの層のベテランの人たちはね、山下大輔さんとか行くんじゃない。誰が選ばれるか分からないですね。分かんない分かんない、うん、だってこれ全員うまいんだから、はい、3回以上よ。 その中からそもそもそうですね、そもそも全員うますぎる、はい、その中から皆さんのね、おそらくだからよ、価値あるよ、選ばれた人は、うん、この、はい、コロンだって歴代の人の中からだからね、すごい価値あると思う、はい、じゃあ続いて、はい、外野です、はい、外野3名、これノミネートが44名いるというめっちゃ多いよ、多いので、多い、めちゃくちゃ多い、その中から3人選んだということです、ね、ライトル4回入ってるからね、うまかったんだろうねそうなんですね、うん、ちょっと全然知らないけど、もう本当申し訳ないですけども、顔も名前もイメージもどこに所属してたかも、はい、ちょっと無知ですいませんけど知らない。あ、佐藤さんでもそういう選手いるんですね。そう、ライトルさん調べてみる何年どこっぽい、どこっぽい、何回っぽいよね、何回ですか、うん、どこっぽい、阪神とか、阪神っぽい、阪神、俺は何回とかなんか近鉄っぽい感じがするんだよね。セリーグ、あ、セリーグで4回取ってる、あ、セリーグ、じゃあ広島か、広島ですか、広島っぽいな、っぽいですか、広島っぽい知ってる方が、ジェームズ・ローレンス・ライトル・ジュニア、はい、どこですか、でもメジャードラフト1位だよ。へぇ、広島と何回、ほらすごくない、え、実は知ってたんじゃないですか知らんて今おいくつの方ですか。だってあれだよ、あの広島カープ1977年から82年で、で南海が1年だけで83年だから、はい、俺76年生まれだからね。そうですね、今おいくつですか。今75歳。おお、俺と一緒の誕生日うん、1946年5月20日一緒、俺1976年だから俺より30年早く生まれてる。そういうことだ、はい、ちなみに王さんも一緒の誕生日だからね、すごい名手ですね。すごいじゃん、うん、しかも俺当たってるとすごい、当たってるすごい、何回も広島すごい、ベストナインも日本シリーズ MVP ある、すごいじゃん、すごいライトルさん、うん、でもちょっと見たことないかな。そのあと1歳の時に来てる日本に。でも覚えてないです。でも俺当たってたからすごくない。すごい。まあということでね。はい、まあ、こういうのがあるとね、うん、そういう人たちのことも思い出せるっていう、そうです、ね、いいことだね。そうですね。さあ、じゃあ外野です。外野、誰を選んだかと。はい。一番最初。はい。イチローさんですね。やっぱり、まあ、もう納得ですねこれは。そうそう、うん、もうやっぱりレーザービームだ、レーザービームのもう申し子っていうか一番最初にレーザービームでしょ、はい、
一郎さんでしょ、うん、背面キャッチしてたよ普通。そうすごいですね、うん、背面キャッチも一郎さんで有名になったんじゃないあれで、じゃあ続いて、はい、新庄ビッグボスです。おやっぱり新庄さん、あの俺が見た中で、はい、俺が対戦した中であの時の日本ハムの森本ひちょり、新庄、稲葉、うん、これ一番外野うまかった。俺の経験した中での外野最強布陣は、はい、この森本、新庄、稲葉、この3人。最近ビッグボスのニュース毎日流れて、うん、それで守備の映像がよく出てくるじゃないですか、うんうんうん、新庄さんって改めてこんなうまかったんだって。あと理にかなってる、あのジャンプするのなんでなんですかって言ったら、はい、ジャンプしたら目が揺れないじゃんって言ってた。走ってたらこうやっぱこうなるじゃん、うん、でもジャンプしたらその揺れないからボールが揺れないんだって。だからジャンプして取った方がいいんだって。へー、あとこう足の出し方とか、うん、こうどっちの足を前にするとか、うん、そういう細かいところまで考えて。だって何気に真面目です、はい、栄養がいいですよいやね、コメント聞いててもね、しぶしにすごい真摯に真面目じゃんね、うん、ただこうね華やかなとこだけ目につくけども、はい、うん、あれはもうねプロデュース力だからね、うん、そうですね、うん、そのなんか中に出てくる真面目な言葉に魅力をね。そう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 、うん、だって新庄さんいるからホーム帰ってこれないからね、俺の足じゃんセカンドからそうなんです、うん、でしかもあの広い札幌ドームでのあの守備力だから、うん、すごいよね。すごいですね、うん、しかもずっとね、うん、子供とかも持ってるね、あのアマちゃんから持ってるグラブでね、うん、ずっとやってね、はい、すごいよね。へー、じゃあ続いて、はい、3人目、最後です、うん、福留孝介です。おー、そうなんですか。やっぱね、あの、うん、取ってからの語力とか、はい、その正確性はやっぱりすごいよね、うん、今もだってもう俺と同期入団で、だから 同期だけど1個下なのね、うん、年はね、はい、社会人行ってる、うん、それでも今、バンテリンドームで、うん、まだダイビングしてからね。おっさん頑張ってるよ。そうですよね、44歳よ、うん、今最年長です、ね、うん、まだ外野で飛び跳ねてるからね、うん、あの凄さはあるよね。あとまあメジャーも行って、はい、あのこの堅実な守備力ね、派手さはないかも分かんない、うん、正直そのイチローさんとか新庄さんに比べたら派手さはないかも分かんないけど、堅実に確実性あるスローイングと守備力は俺は評価したいで、はい、うんうん、ということで、はい、こちらがね里崎が選んだ、はい、三井ゴールデングラブレジェンズ、はい、9名です。おこの三井ゴールデングラブレジェンズ、うん、ファン投票始まってるんですよね、はい、概要欄にも応募フォームその URL、はい、貼って概要貼ってるんで、うん、そこから入っていって皆さんもですね投票選べるんで、うん、自分の主観でね、うん、このレジェンズを選んでもらいたいですね。これ本当に選ばれた方は表彰とかあるみたいですね。あ、そう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 、選ばれた人はその来年1月下旬にこのレジェンズの人がどういう表彰の仕方になるか分かんないけども表彰式が行われて、はい、トップオブトップが集まるわけですね。そうそう、選ばれるわけ、うん、俺いいよね、ノミネートされて羨ましいよね。俺なんてノミネート、でも俺アンバサダー、アンバサダー、アンバサダー、しかもスペシャルアンバサダーじゃないですか。そっちの方が難しいね。そうですそうです、1人しか選ばれないですからそう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 トップオブトップっていうよりトップですあ、じゃあ表彰式行くんじゃないですかそうだね、はい、行きたいよ、はい、ここ私、はい、でちなみにもう開始されてますけど、はい、この投票は12月20日締め切りなんで、うん、皆さんね、はい、お忘れなくやってもらいたいのと、なんとですね、はい、この応募フォームで応募してくれた皆さんの中からですね、はい、三井ゴールデングラブレジェンズを投票いただいた中の方から抽選ですね、プレゼントが当たります、はい、A 賞がですね、あなたの名前が刺繍で入るオリジナルゴールデングラブです。欲しい。これ自分の名前がはいです。ああいう金ピカなグラブがもらえるってことですね、はい、そう、グラブはね、東証の形の、まあ、オーソドックスなグラブになるんですけども、はい、それがこの今、サザエがね、持ってるこの金ピカのグラブ、東証になりますけど、はい、それに自分の名前が刺繍されたグラブ、三井ゴールデングラブ賞トロフィーのゴールデングラブと同様の仕様でございます。すごい、欲しい。本物です、はい、が、抽選で3名の方に。3人か。ハードル高いけどちょっと欲しいですね、これ。そんなだって運でもらえるんだよ。運で、ね、運でもらえないからね、俺らは。そうですね。いいじゃん、まだ3名運でもらえるんだから。でも運も難しいですからね。でも全員に、はい、老若男女問わず、はい、全員にチャンスあるんだよ。権利がありますから、はい、俺らどんだけ、だってもうめっちゃうまいやついったらどんだけ頑張っても無理なんだよ。そうですね。でも運もどんだけ頑張っても無理ですからね。いや当たるかもしれませんね。頑張り、運は頑張りいらないから、あの応募するだけだから。そうですね。そうそうそう、誰でもできる。でもね、はい、B 賞もあります。お、 B 賞はですね、このこちらです。ゴールデンボール、はい、はい、第50回三井ゴールデングラブ賞受賞選手の直筆サイン入り、
だからこのサインが入った誰かのサインの、はい、金の特製ボールを、うん、あの抽選で選ばれたゴールデングラブ賞、三井ゴールデングラブ賞に選ばれた選手の数だけだから、ひょっとしたらね、源田とか、はい、宗とかひょっとしたら選ばれるかもしれない、菊池涼介選手とかね、そうそうそう、のサインが入ったこの金の特製ボールが当たります、B 賞、めちゃくちゃいいですね。21名ぐらいの方に AB 賞合わせたら、うん、はい、だから当たるんで、皆さんね、投票フォームから応募してもらいたいですね、はい、応募するだけですからね、そうそうそう、袴、うん、さんも応募したいんじゃったら袴田AAって書いて、はい、私応募します 100%、 そうなの、うん、セカンド藤田で、はい、そうそう、好みだ、好みだからね、好みだから誰に入れてもいいんですか、そう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 、はい、あと皆さんの選んだ選手がレジェンズがトップになれるかどうか皆さんにかかってますからね、うん、誰選ばれるか楽しみですね、だから結果が楽しみですね、はい、僕はこう思うけど、うん、世の中的な総数はどうなるのかっていう、うん、そのね、見た好みですからね、はい、ということで、はい、まあ、12月20日に応募が締め切りになって、うん、その発表は1月、はい、来年です、はい、2022年1月の下旬に発表されて、うん、表彰式はその今まあこんな状況なんでね、まあ、1名の方か2名の方か最小人数でまあ表彰式をして、はい、で各あの選ばれた選手のもとにはまたそれがね送られていくっていう感じでね、はい、なりますんで、うん、ぜひね投票終わってからもね、この来年の1月下旬の発表までね楽しみにしてもらいたいですね、めちゃくちゃ楽しみです、そうですね、はい、ということで袴田さんも今からすぐに、はい、僕はもうアンバサダースペシャルアンバサダーだから投票をあのしても商品絶対もらえないんですよ、はい、そうです、本物持ってんですから、もうその立派なの、まあそうだね、はい、だから袴田さんはもう今すぐに応募して、うん、はい、概要欄飛べばいいんですよね、そうそう、概要欄飛んで、はい、でそこから入って、うん、全部投票して、はい、応募して袴田さんの好きな選手が1位になるように、はい、しっかり応援してください、はい、はい、応援します、はい、ということでね、皆さん概要欄からね入って皆さんの投票お待ちしてます、はい。